次、開発許可。あの、何でもね、街の中だったら、じゃあ、でっかい建物を建てて、いろんなことできるかって言そうじゃないんですね。えー、市街化区域において開発行為をしようとする人は、1000平米を超える場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないというふうになっております。ちょっと細かいんですけどね、市街化調整区域において、えー、農林漁業用の一定の建築物、またはこれらの人が住むための建物、 こういうのを建てるためにはえ、開発許可っていうのは受ける必要はありませんえ。市街化調整区域ってどうしても市街化を抑制すべき区域なので、何か建てると思ったら許可が必要になってくるわけですけども、ただ、そこで例えばね、農業をしてるとかいう人、こういう人のための住む家、なんかに関しては許可は受ける必要はないというふうになっています。え次の法律、建築基準法え。建築基準法上の道路ではえ、原則として福音4メートル以上の道路を指します。 幅が4メートル以上ないといけないんですね。建築基準法上の道路っていうのはね。だから、皆さん、ぜひ今度街中見てください。あの、通常の道路は幅が4メートル以上あります。当然、昔っからあるね。あの、狭い路地なんかちょっと別ですよ。ただ、駅前とか見てもらえばわかりますけど、必ず4メートル以上あります。えー、決まってんですね。で、福音4メートル未満の道,道路で、特定行政庁が指定したものもこれ道路というふうにみなされます。えー、4メートルない場合ね。この場合でも、 あの、見なされるものがあると。で、この道路のことを二項道路という言い方をいたします。これちょっとややこしいんですけどね。この時道路の境界線は道路の中心線から2メートル交代した線となります。えー、ちょっとね、これ書いてみるとわかるんですけども、えー、道路がこんなふうにありました。で、今ここが例えば3メートルしかありませんと。そしたらこれ4メートルないですよね。 4メートルない場合はどうすればいいかっていうと、真ん中から、これ真ん中って言うと1.5メーターですよね。1.5メーター、1.5メーターで分かれます。真ん中から1.5メーターなので、ここから2メーター。今回の場合だと50センチ分、この道路から幅が出るんですけども、この交代したところ、ね、交代したところが、ここが境界線です。これは道路の境界線になります。だから本当の道路、ここの道路、 の真ん中から見て2メーター分離れたところが境界線になりますので、えー、これも覚えておいてください。もし何か建物を建てる場合には、次建てるときには、えー、ここまでは建てられない。ここから先じゃないと建てられないというふうになっていると思ってください。あともう一点は、えー、建物の敷地なんですけども、えー、原則として福音4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければいけないと。 これどういうことかというと、4メートル以上の道路があります。例えば6メートルね。これに、建物は、これ建物とすると、これは必ずここ2メートル以上、この道路に接してなければいけないというふうになっています。えー、皆さんのお住まいの近くの家なんか見てください。道路に必ず2メートル以上接してると思います。間口がすっごいちっちゃいっていうのはまずほとんどないと思いますね。あの、これも一応法律上決まってますんでね。 ぜひ、覚えていただければというふうに思います。